でもこのぬるっとの感じなんか良くない？なんか前もなんか多分そうやんな、なんか俺なんかこちゃこちゃこちゃってなんかこんなしながらなんか一席ちゃうかも。久しぶり、久しぶりやな。元気してた？久しぶりや、久しぶりやな。ああ元気よ。元気、うん、あ逆に元気してました。いやそう前のチャンネルじゃないから。あ違う、調子なんだ。うわ、前のチャンネルじゃないから調子なんだ。うわ、もうチャリンコの久しぶりにあのバンバ君に登場していただきました。チャリンコの漕ぎ方、あの魔女の宅急便のトンボみたいな。トンボに似てるって言われたことある？魔女の、それちゃうかもしれない。トンボに似てるって言われたことある、まあ、2回目の登場なんですけど、もう今だからブーブーブーンの流れてるやろ。流れてるよな。ポンポンポーンって流れてるよ。流れてるよな。俺挑戦したいことがあって、タバコ吸いたい。おお、25歳にしてタバコ吸い出したいって、うん、喫煙者になりたいっていう夢があって、はいはい、ないからな今まで。そう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 、うん、一人やったらもうデビューしにくいなと思って、うん、確かに今日来てもらいました。俺タバコ持ってて、実は韓国で買えるタバコ。マジで？でも中身はこれ何？メビウスって言うの。メビウスの位置っていうのは弱いってこと？うん、あ、じゃあ初心者でも行きやすい。まあレベルで言うたらそうやな、位置やな。行きやすい1レベ、うん。ああ、マジ1レベ、1レベ。はい、そうそう、何まで拾ったのか、すいません厳しい。観光客来てるからね、観光客いっぱい来てるから。誰かのやつを吸います。落ちてました、1個入ってんのよ。だからまずちょっと新品に近いんでそんな汚くはない。落ちてたやつ吸います。ゾクゾクするね。落ちてたやつ吸ってみた。っていうかまずそのなんでタバコ吸いたいかっていう。そうやんな、そもそもかっこいいよな、やっぱりだから最初にちょっと見本、うん、あーそうやな、一回今日だからタバコ吸いそうな人の格好できたキムタク的な。いやちょっとちゃうけど。違うな。俺しかも結構言われんねん、めっちゃタバコ吸ってそうとかめっちゃお酒飲みそうって言われるけど、両方やれへんやんか。やれへんな。そうだからやっぱその期待裏切らへんためにタバコ吸い始めようっていう。うわー、これ落ちてたやつやんな。いや落ちてたけど割と綺麗なところに落ちてた。これさ、うん、俺思っててんけどさ、うん、これボール入ってるやつやろ、うん、あのメンソールじゃん。あ、じゃあさっきに普通に行ってもうてからメンソールしようか。あ、オッケー、俺つけるわ。あ、いいっすか。もうライターとかさ使わへんもんな。あ、燃えるん。いや、燃えてもせーの、1だ。てかその細いタバコちょっとギャル感あるな。あのピアニッシモや言うたら。あ、知らんけど。せーら、え、今ベチャベチャ、うん、これほんまに1ミリっていう。あ、ガツンとくる、来てる。え、一回これ潰してみていい？あ、いい。うわ、キュウリメンソールだったわ。ほんまにほんまに。いや、俺も挑戦していい？挑戦してみて。加えて吸いながら火つけるんだ。そんな関係ない、ね、いや、もちろん。え、うってこと？うん。あ、オッケーオッケー。やりすぎやりすぎやりすぎえ、これついてんのも。うん、ついてるし、しかもほらもうなんか変な中途半端なところから燃えてるからこれが今吹かしてるんだよ。これがこうやってそう吸うで、一緒に一回口に含みます、うん、こう吸って、うん、うん、もう一回そうやね、これこれだ、二段階右折やね。何
待って待って待って。一回吸って口に含みます。でそこから深呼吸して、あーって出す。でも多分だからその滞留してる煙の量も少ない。あ、そういうこと。そうだから吸ってへんからそんなに。で、え、これな、一番な、慣れで言うたら溜めるやん。で鼻で息して鼻で出すね。こう口閉じたまんまで吸うやん。うんうん。で鼻で一回鼻呼吸してみる。え、俺も教えたことないもんな、タバコの吸い方。なんかめっちゃ悪いことしてるやつみたいな、なんかなんかでも、唾吐きたい気持ちがわかる、みんなが。そう、あの、まあ、ここ、はい、そう、ここが灰皿になってるからはいはいはい、でそれね、出ちゃった。あ、出てマジでバリしんどい。俺タバコ吸われへんかも。で次だからあのこの潰してみたバージョン。あ、じゃあ俺からつける。これそうしようか。ああ、そうしよう、そうしよう、ね、よくあるやん。ある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 。どうどういうこと？これ逆になんかコンプラ引っかかれへんこれ。うん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 。うわ、めっちゃこれ車の芳香剤の味するわ。なんかあんま気分いいもんじゃないよな。潰すわ。あ、潰せない。潰せない。潰す、うかっ潰すだけ。これ歯で噛むんじゃん、みんな。あ、みんなな。俺も歯で噛むんですか。いいよ。お、と一発で。マジ。あ、出た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 今。あ、俺吐く力が弱かった。そう、弱かった。あ、でも、おうおうおう、わかる。美味しい美味しい。レモン何する。こっちの方がいい。うん、良くないかもしれへんよな、なんかほんまに。あ、なんかこの今からこれからヤニクラっていうのは、うん、なんかここがしんどいやろ。ここがグッてきてる。きてる、うん、あー、ほんまにタバコって良くないんかもしれへん。なんかこれな、なんか気持ち悪いねんな、ちょっとなんか吹く感じ。そう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 、臭いな、なんか臭いね。22で行こう。すぐ行く。お、もう吸えてんな。吸えてる吸えてる。マジで俺この動画気に喫煙したよ。勝手にやばいな。バリ出さない。ダサいダサい。めっちゃエグいな。エグいエグいエグい。だからちょっとこの話聞いた時に止めようかなと思ったもん。いや、まあその、いや、まあ、まあ最後に発表するわ。喫煙者になるかどうか。ああ、そうやな。もう子供の頃からお父さんもお母さんもヘビースモーカーだからさ、なんかこう、あ、家、もう家の中で全然吸える。そう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 。あれでもちょっとしんどくない？その吸ってへんかったりとかしてたら。いえ、逆に慣れたの。だから別に友達とか吸うよ、何も思わない。はいはい。タバコ嫌とかは全然ない。まあだから吸えるようになったよっていう。そうやな。え、でもこれって結構やっぱでかいんじゃない？なんかそのやっぱできひんかったことができたっていう瞬間ってさ、なんか仕事とかでもそうやけどさ、なんか道ひ一気に一気
気に道開けるやん。そう、確かに確かに。ふわーみたいな、え、俺こんな狭いところにおったん、ね、結構なんか珍しそうな鳥おる。でももう着いたよ。え、なんか心なしかなんか目もなんかちょっとこうなんかトロンとしてきてる感じあるもんな。赤フップ入ってない、はい、てないって 100% じゃあ言えるかって言われたらちょっと分かれへん。だって拾ってるからな。え、しかもどこで拾ってるの。ナンバー、ナンバーやろ、ほんまに引っ掛け橋の近く、道頓堀、うん、そうそう、道頓堀。うわー、ちょっと拾ってそれ見てこの動画面白いな。まだ結論は別にこの動画を通して喫煙者になることはないな。もう何も言わずにもうもう一本してんもんな。おかわり？はぁ、手慣れたもんやな。ちょっとこのメンソールを一本味わって終わりにしよう。ちゃんとな、今日。オッケーオッケー。今日というかもうタバコはこの店すいません。もう俺ちょっとお腹いっぱいは、なんかちょっと体調悪なってきた気する。2週間ぶりやねんな、タバコ自体も。なんか急に画面明るくなったな。そういうのあんねんな。今までタバコ吸ってなかった要因としては、なんて言ったらいいん、やっぱみんな10代とかで吸い出すやん。うん、結構それがダサいなと思ってたよ。わかる、20歳からっていうのを破ることが俺すげえダサいと思ってたから。かといってその周りで、その中で生きてる人間として二十歳から吸い出すのもちょっとダサい感あったやん、二十歳の時。うんうんうん、二十歳からしか吸ったんだけど、うん、けどまあそれもあって吸われへんかったのと、あとはやっぱり服買うなってなる。服買うんやな。タバコをさ買うかなやったら服買うなってなって、服買うよな。っていうかもうクラクラしてて今頭。いや、もう二日酔いみたいな感じやわ。なんか結構しんどいな。しんどい。タバコは良くない。 1,2,3,4,5,6,7,8,9 9本吸って分かったことが、タバコは良くないです。結論、まあ俺は喫煙者になることはないなっていう。で、僕これを機にタバコやめます。2週間やめてたんで、あ、ちょっとタバコやめます。それは勝手にしろ。うん、俺の動画内でそんな勝手にするの。勝手にそんなするの。まあ、俺のほんまに今日は好奇心だけ。はい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 。ああ。帰ろうな。今もう帰ってくださいねーって言ってる。まあじゃあ。ごきげんよう。